はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今回はですね、とある学校の円丹花を生けるところをビデオで撮ってきました。っていうのはね、結構これ大きく生けて、こう早く生けるポイントみたいなことがたくさんこの中に出てくるので、ぜひね、皆さんに習得してもらいたいと思って動画で撮ってきました。まず今僕がこう思ったのがツツジですね。これベニギリツツジです。でこれまず最初下をね、多分割ると思うんですけど、割りましたね。これ下の根元を割ることによってこう水揚げをよくしています。でこのぐらい大きいツツジになると、立てるのが大変なんで、じゃあね、早く生けるにはどうしたらいいかっていうと、今僕がやってこうずっと入れて回してきましたよね。重力で止まったところっていうのが、まあ、一番枝は動かない場所なんですね。でその動かなくなった場所で一番いい角度を正面にすると、もう絶対そこから動かないので、こう立てる時間は必要なくなります。だからすごい時間短縮になりますね。そういう方法もあります。どうしてもね、こう立ててこの場所で止めたいんだと思ったらえらい時間かかるんで、まあそれはね、まあそういう時間のある時にやるといいと思います。時間のない時は今僕がやったような方法がいいですね。今ね、もう一本白っぽい方の筋を入れましたけど、これも今練ってますよね。ただこの筋に関してはよく見てください。ここ二股に分かれてるんですよ。二股に分かれてるってことは、その二股に分かれたこの部分、この分かれた部分ありますよね。そこをこう壺の口にうまくはめ込むことによって立てることができるんですね。それを今これからやろうとしてます。で結構幹が太いんで、やっぱりこう傷つけて足のさ、てこの原理を利用しておったりしてますけど、今これで入れます。この股の部分がちょうど口のところにはまりましたね。そうするとこう筋が立ちます。これはね、ぜひ覚えておくといいと思います。この股をね、両方にこう分かれてるところ1本ずつに切ったら、この方法は使えなくなりますので、これは枝のこの形をですね、利用した、止め方と言えます。次、まあ、ここまで来るとね、割とその次の枝はその枝同士を引っ掛けてこう立たせることとかも容易になってきますんで、簡単にこうできるようになるんですね。はい、これで筋今3本入れて、まあ、あらかたねこう格好がアウトラインができました。結構後で、まあ、正面から見せますけど、大きな作品でド派手な円玉なんです。で今僕がこれアレカヤシですね、アレカヤシを入れてます。このアレカヤシで、下の方にこうグリーンの流れを作ろうとしてますね。でアレカってやっぱり面の葉っぱよりはこうやっぱりこう切れ目が入ってるというかね、葉っぱに切れ目が入ってるんで、まあ大きい面を取りながらもこう抜けた感じを演出できるんですね。だから割と重宝に使えると思います。また大きさによっては今回大きいからそのまま使ってますけど、こう片側をねこう裂いて型番にして入れていくと、もっとこうラインの方向性が出るような刃物にこう変わっていきますので、そういう方法も覚えておくといいと思います。はい、ここでユリを入れます。で今回円段花っていうのはもうその時華やかじゃないといけないんですね。だからユリのつぼみなんか入れても仕方ないです。なのでこう円段なんかをしてその日にねこう使うっていう時は、うんと開花したものを使ってあげると喜ばれます。もう見てる人たちはね、こうユリのつぼみがこう咲くとこまでは見てられませんから、お墓参りとか何しこう円段花とか、もうその日もう行った時に華やかであるものの方がいいものと、こう日持ちがして長くこうつぼみから、楽しむものと二通りありますので、その辺はこう 用途に合わせて使い分けていくといいですね。
でこのくらいの大きさの縁談花になってくるとこう近場でね刺してるとこう全体像が見えないんですね、なので少しねこう離れたところからたまに見て、整えていくこと作品自体をね整えていくことが、大事だと思います。離れてくると割とこう今どんな感覚で刺してるんだろうと分かってくるんですけど、まあ、それでもねやっぱり刺し途中一度や二度は遠くから離れて見てみるっていうことがいい花が切れたのに必要ですね。あ、これ、ね、次にこれで今指が荒れ返し入れ終わって指を入れ終わってカンパニラじゃないやカンパニラをね入れようとしてます。どこの地方の人だよね。カンパニラって今ねこうしゃがんで刺してるの分かりますかね。しゃがんで刺してるのは何でかっていうと縁談花ってここに今皆さんが見てる一段下に皆さん座ってるんですよ。なので下からこう見上げる感じなんですね。だから下から見上げた時にこうどういう風に見えてるかっていうのもちょっと確認しながら刺さないと、上から立ってばっか刺してると下から見た時にねこの顎の部分に何もお花が入ってないかってことにもなりかねませんから、そのあたりは注意していかなきゃいけないです。結構入念に刺してますね。はい、ここで新しい風が出ましたね、これはねギガンジウムですね。ここでギガンジウムを入れるんだけど1枚アレカヤシを入れ忘れてるのを見つけてアレカを足します。はい、足しました。でこれからギガンジウムをね3本入れていくんですけど、前から見るとね割とこれ効くんですよ。今ここで見てる限りは見えなくなっちゃってますけどね。はい、これで生け終わったんですね。これギガンジウムが入って生け終わりました。で今遠くから見てチェックをしてるはずなんですね。あ、戻った。あ、そう、チェックして遠くから見た時にちょっとこう、見え隠れがあったりとかこうした方がいいなと思ったところを直してまた後ろに戻ってチェックして、これで完成ですね。では正面から見てみましょう。結構でかくて結構かっこいいです。学校の先生とか PTA 同性対策の先生も、投票喜ばれました。投票でしたね。このようにね縁談花っていうのは割とこう早く行けるポイントというかコツがあります。まあしっかりとねもちろん時間のある時は立てたりとかしっかりとこう自分の思うように、組み立てていくのもありなんですけど、こう止まるところをスタート地点にすることによって、崩れないね、素敵な生け花を作ることができます。これも覚えておくと自分の技術力アップになると思いますのでぜひ覚えておいてください。はい、このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこの画面の中にあるチャンネル登録お願いしますというところをクリックしていただくとチャンネル登録をすることができます。
またスマートフォンや、そのチャンネル登録がどうしてもできないっていう方は、この下のリンクにですね、チャンネル登録お願いしますというところがありますので、そこをクリックしていただけるとチャンネル登録画面に行きます。チャンネル登録の方が増えるとですね、またさらにいろんなことがすることができますので、ぜひ一人でも多くのチャンネル登録をお願いしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!